こんにちは。あすこの作家にクエスチョンの時間がやってまいりました。ナビゲーターはこの僕、プラチナが務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。皆さんはウェブ小説の作家さんがどのような方かご存知ですか？文章を書くとき何を考えているか、どんな書き方に注意をしているか、この企画はそんなウェブ小説の作家先生に注目していろいろ根掘り葉掘り教えていただいちゃおうというものです。さて、記念すべきあすこの作家にクエスチョン動画配信1回目、本日の先生をご紹介します。本日の先生は神崎雷先生です。先生、今日はよろしくお願いします。アスクエ、さて、通常ならここでさらっと先生の紹介をして作品を詳しく語るところですが、この動画では先生について根掘り葉掘り聞いてまいりたいと思います。では早速、先生の活動されている小説投稿サイトですが、小説家になろう、書く読む、ノベルアッププラスで活動執筆をされています。その先生の代表作はこちら、なんと小説大賞最終選考作品の絶望の箱庭です。科学技術が発展した現実世界と魔法中心に発展した幻想世界の2つの世界が舞台のファンタジーです。こちらは小説家になろう、書く読む、ノベルアッププラスで連載中。皆さんぜひ読んでみてください。そしてこの作品には創作秘話があるそうで、こっそり聞いたところ相方のイラストレーターであるキートさんが描いた1枚のイラストから生まれた作品だそうです。一体どんなイラストなんでしょう。もしかしたら小説を読むとわかるかもしれないですね。アスクエ、さて、先生の執筆をちょっと覗かせてもらいましょう。先生は執筆中に何か飲んでいるようです。何を飲まれているんですか？コーヒー、しかもブラックとはこだわってますね。先生はブラックコーヒーを飲みながらの執筆が多いとのことです。ちなみにマスターは執筆に限らず作業中によくチョコを食べてます。だけど何事も食べ過ぎ飲み過ぎのないようにしてくださいね。それでは次の質問に参ります。執筆では書くときに気をつけていることはありますか？なるほど、長々とした文章だと確かにパッと描写を思い浮かべるのは難しそうですしね。文章は短いものほど書くのが難しいと聞きます。ではこれは結構皆さん悩んでいるかと思いますが、登場人物の名前はどのようにして決めていますか？おお、小説の登場人物を見ると確かにそうですね。ちなみに登場人物紹介ではキャラクターイラストもありますので、皆さんぜひ見てみてください。アスクエ、ところで小説を書き始めたきっかけというのを知りたいのですが。相方のキートさんへの思いが小説という形になって現れたんですね。なんだか絆の作品という感じで素敵です。
したとても可愛いイラストを描かれます。アナログもデジタルもおすすめです。マスクへ。それでは先生がスランプになったときどのようにしているのでしょうか。かっこいい車仲間って僕も行ってみたいです。先生はどんな車に乗っているんでしょうか。僕とっても気になります。それでは最後になりましたが、先生は執筆が一段落したときどのように過ごしていますか。いいですね。インプットも兼ねていてとても有意義な時間を過ごされているようです。マスクへ。今日は神崎雷先生にお話を伺いました。先生、お忙しいところありがとうございます。先生のご活躍を精一杯応援しています。次回ハスコの作家にクエスチョン動画配信第2回目はマリンアクア先生です。お楽しみに。それでは本日はここまで。皆様また次回お会いしましょう。